チモロールは非選択的交換神経 β 受容体遮断薬であり、転眼薬として緑内障の治療に使われるほか、海外では経口薬として心筋梗塞、高血圧、肩頭痛の治療にも用いられる。商品名チモプトール。緑内障領域ではタフルプロストや炭酸脱水酵素素外薬との配合剤も開発されている。 風筆水薬品モデルリスト2に集裁されている。チモプトール点眼薬点眼薬に認められている。効能、効果は、緑内障と抗がん圧症である。海外の蛍光薬は、高血圧の治療、心筋拘束の予防、肩頭痛の予防に使用される。点眼薬として用いると、毛様体上皮の β 受容体を遮断して、防水の酸性を減少させるので、 開放偶角緑内障及び偶発性二次性。緑内障を治療できるが、その薬理学的基準は未だ不明である。米国では1978年に初めて、ベータ社団薬転眼薬が緑内障治療薬として承認された。単剤で使用した場合、最初の数日の転眼で眼圧を18から34%低下させる。しかし一部の患者では、 短期的なエスケープと長期的なドリフトが起こり耐勢が形成される。眼圧は最大で50%低下する。プロプラノロールに比べて作用は5から10倍強い。ピロカルピンまたは炭酸脱水酵素素外薬と併用できる。投与初期に眼圧が低下した後、数日から数週間後に反調上昇し、さらに2から4週間後に再度低下して安定する。 投与を継続すると作用が減弱する。1から2ヶ月の休薬で効果が回復する。国乱共同計画で成人の解放偶角緑内障に対するチモロールとブリモニジンの症状進行防止効果が比較され、ブリモニジンの方が効果が高いことが示された。点眼薬の重大な副作用としてメルイ転防相、気管支痙攣、呼吸困難、呼吸不全、心ブロック、 鬱血性心不全、脳拒血、心停止、脳血管障害、全身性リテマ等ですが記載されている。点眼薬で0.1から5%に発生する副作用として、目の刺激症状、炎症、頭痛、視力障害、角膜障害、血膜充血、目乾燥管、眼検下水、不整脈が記載されている。その他、失神、心不全、抑う 混乱、霊能減少、勃起不全が発生しうる。タップコム配合点眼液チモロールとタフルプロストの配合剤点眼薬には、チモロール炭剤のほか、ブリンゾラミド、ドルゾラミド、ラタノプロスト、タフルプロスト、トラボプロストのそれぞれとの合剤がある。蛍光剤には、錠剤と液剤がある。ありがとうございます。